はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、バンプの強化ですね、やっていきたいと思います。で、フランケンを、使ってやっていきます。で、フランケンが金徳がアーチストで、うまくいけば威圧感が、そのまま手に入るというような、感じになってまして、まあ、アーチスト取れるんだったらせっかくだから、まあ、新アーチストを重ねるということで、ミオちゃんを連れてきてます。あとポジションが外野手なんで、まあ、なんとなく思考の外野手を取れればいいなということで寺道くんを連れてきてます。で、まあ、新アーチストを、ね、取る関係上やっぱり強打者系にはしたいので、パワー上限アップのアスミちゃんで、ミート上限アップのチーちゃんで、独身術のレイリーというような、コンセプトになってます。だから、まあ、外野手ではあるけど、どっちかっていうとパワータイプの外野手を作っていく、そんな感じです。で、最初はやっぱり評価上げがいいんだけど、どうしようかな。やっぱり彼女キャラだよね、ミオちゃん。てかやっぱりちーちゃんいるからめちゃくちゃ経験点高いな。普通の練習でも、めちゃくちゃって言ってもね、普通の練習にしてはっていう意味だけど。で、最初に、まあ、何を発動させるかっていうところだよね。ここ3人いる、結構いいけど、まあ、コツあり、やっとこう。で、逆境、で、ミオちゃんの自己紹介で、メンタルに人がいない。 17% かー、どうする、やっとく、まあ、無理してやるところじゃないけどね。コツが欲しかったんだけどな、無理してやったから。パワヒのコツが欲しい。で、ここでうまくメンタルに人がいれば、ちょっとメンタルで回復させとくか。だから全然評価上げができてないの。てかそもそもいないし、吸収、まあ、吸収でもいいかもね。体力が減ってる状況でもう吸収しちゃうっていう。でも、まあ変わるは変わるかな。みおちゃんの評価上げとこう。魅了するのもあり。女の子キャラはまあ半分くらい固めてるわけではないんで、ちょっとどう転ぶかはわからない。3人だったらちょっと3人だな。あすみちゃんちょっと後回しにするか。評価的に刺激、最初の刺激はマジで微妙。もう一回ね、メンタルだったらいけるからやっとこう。吸収しとくか。で、ここはちょっと序盤に起きてるんで、仲良くしてチームメイト評価を上げます。で、ここでさすがに死んでしまうんで、体力とか悲しすぎるどうせだったら女の子から吸い取りたい。はい、吸収発動。あの吸収もね、経験点取れる時になるとかなり取れるんだよね、体力減ってれば。まあ、だから体力っていうか経験点だけ狙っていくんだったら、やっぱり強化とかがまあ安定はすると思う。まあでもオーブ揃えての経験点も結構大きいからね。寝れない、やる気が下がった。やる気を上げてくれ。いない。んー、レイリーちょっと上げとくか。吸収、まあどうせ11月にずれ込むんで大丈夫っしょ。この辺は何がいいんだ、よくわかんない。カトリ先行にしとこう。一番上下がった、どうでもいいわ。あ、意外性取った、やった。大盤狂わせの骸骨になるからね。で、ミオちゃんとりあえず乗ったから、ミオちゃんが乗ったっちゃ乗ったから、寺道くんからコツ取っておくか。次ハロウィンで回復するはずなんで。魅了、バンとコツ、バンと職人か。しかもまだまだ練習はいってる。あ、アスミちゃん、まあアスミちゃんもあげとくか。2回くらい追加が起こってくれれば評価は乗るはず。ほらほらほら、告白。でも、あすみちゃんの場合は、二股してないとちょっと微妙なんで、あとはみおちゃんが来てくれないと困る。
でここからはどうしよう。刺激は微妙だな。吸収にしよう。吸収じゃない、ごめん、強化、安定の強化でまずはいきます。これどうしようか。ちょっと現場を取り押さえておいて、まあ2人でいっか。あの通常バージョンだったら大田くんの骸骨逆襲になるんで骸骨取っておきたいっていうのはあるけど、別にあれだからね、アーティストに変わってるからね、だったらコツを2つ取れた方がいいかなっていう判断で強化、まあ見よう。まあここかな。219116、いやここがいいな。300670でしょ、ここ400取れるからね、ここにしよう。バランスもいいし、でレディーの1回目ちょっと能力上げも進めていきますか。難度は3、まずはミート上げとく。 C で技術が足りないからパワーがそんなに上げられないか。で、あすみちゃんまあとりあえず乗ったは乗ったか、経験点的にはここだよな。でもちょっともう一回くらい上げときたい。であとはミオちゃん頼む、告白をしてくれ。告白をしてくれっていうか告白をするのか、俺が反応しとく。で肩、え結構すげえちーちゃんだな、やっぱりちーちゃんか。まあ、ラブガモ乗ってるっていうのはあるけど、強奪、強奪かけるときにね3にしたいんだよね。でも結構ね練習がばらけてると精神78とかめちゃくちゃ取れんな。あんまりまだデートを進めても、まあ2回目くらいだったらいいかもしんないけど、デイリーが進んでるので、パワーが関係あるかって言われたら分かんないけど、上げられるとこまで上げときますか。いやーなんかあればっかだな、強奪ばっかりだな。刺激か、まあ刺激にしておいて1回刺激させちゃう。刺激にしてあとデート2回、デート2回で行くかな、まあ、特にやるものがないんで、まあ、ちょっと技術が欲しいからこれ一応刺激にしておこう。評価的には問題ないはず。みんなの失敗しやがった冷静になったとしても、もう一回刺激にするといけるはず。一回刺激しとこう。ここで刺激も終わらしちゃおう。たすみちゃんのお願い聞いて交換して許可上げて技術回収してで吸血しよう。どこ、大田くんがいる。114114114、いやー微妙。5757でクリスマス、悲しい二股してないと本当悲しいよな。であとはまあ強化を中心に3回まではいけるはずだから、魅了もやってないのか。くれコツをくれ。強奪してもよかったかもしれないな。確実に強奪する。野球がうまくなりたい。これどんだけくれんの。どう、大吉、まあ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 くれるか。経験点的には悪くないといえば悪くない。で太田くんはパワーヒット効果かかるから、とりあえずやっておこう。どっちをくれてもいい、ただコツが欲しい。よし降格だ。ほう回収しちゃうか。で下上だといいやつが手に入るけど、もう今更だよね。評価が乗っちゃえばね、ツボ剣やろう。経験点のために技術がかなり手に入るで合格。あべひも取っちゃおう。
で、強殺はそもそ もうメンタルが2だからな、あんまり意味がない。3だよね、やっぱり3。筋力ポイントか。よし、やる気を上げてくれればそれはそれで OK。 お願いします。で、レバニラ、レバニラなんか変わったっけ、属性がよくわかんない。とりあえず食べておこう。体力がめちゃくちゃ回復した。で、強化、魅了があったらまあ魅了でもいいかなとは思うけど、どうでしょうか。魅了しておきますか。魅了も終わらせとこう。肩をわりかし今やってるよね、レベル上がったから。これどっちだっけ、優しく教えてほしい。これなんかもうどっちがどっちか忘れてた。あんた製造機になった。まあいいや、やってみよう。ってか彼女にならない。で、魅了いる人0、528、2人いる。取れるは取れるか。じゃあやっとこう。500だから200、200くらいで分配されるのかな。ちょっとまずはオールE くらいに。もうすでに金徳一つ落としてるからね。そう考えると寺道くん成功したいよね。じゃあいきます。これで OK。 まあ未了でこれだけ経験点取れたのはまあいいかな。で、技術精神で告白。よしよしよし、いいタイミングといえばいいタイミング。これ多分ミオちゃんが来るよね、バレンタイン。で、ちょっと怪我率が高いんで、ここはデートを進めていきましょう。もうアスミちゃん進めてって大丈夫、二股になったから。で、あとは大田くんのイベントが来てからやりたいよね。ホーム突入、これ下の方が良かったかな。今さら恋愛の悩みをしてもしょうがないしな。悩みはない、俺に悩みなどない。満塁とかまあまあまあ悪くはない。バレンタインの経験値がね、やっぱり高いっていうのがいいよね。一応練習を見つつ、まあそれなりか。まあそれなりだし、スカウトさんの評価も全然ないからやっとこう。あと、あれ刺激はしたんだっけ俺。なんか忘れちゃった。上のオーブを見てみよう。で、ようやく進み出したか。パワーヒッターがないのよ、パワーヒッターが。刺激はやってあるね。じゃあまあ安定の強化にしておいて、安定の強化にしておいて、あとはデートを消化してゲージを調整しよう。監督評価とか全然なかったな。同じ外野手として得する。これどうする、なんか守備上げといた方がいいかな、なんとなくだけど。ちょっと上げとこう。どこまでいける、 B くらいまでいける、 A までいけるか、 A にしとこう。いや、意味あるかどうかちょっと分かんない、分かんないけど、とりあえずあげておく。あとあすみちゃんも進めて、まあ、ちょっと経験点を取りながらやっていきましょう。これはなんだっけ、水とかだっけ、なんかね、バンとかウーロン茶とかで意外性が取れんだっけ。他の人に教えてもらう。まこちゃん属性は変わらず、これどうなの。取りました、取りました。おう、一応思考の外野手掴んだ。で、デートして3回目。さて、ここは下の選択肢についてやって、経験点取って、で、これで吸収しよう。吸収というか吸血しよう。技術筋力278の敏捷ポイント欲しいんだよな俺的に。300、まあ370くらいか。で、300、ちょっと一旦敏捷を回収しよう。もうちょっと偏って欲しかったね、大番狂わせ。で、ここは分かった、何が分かったのかよく分かんない。魅了になった、
まあ、どうせ変わるからいいや、変えとこう。あと何が必要？レベルを上げたい。強奪か。いや、待って、強奪にしてもしちゃおっか。強奪にしておいて、パワー費を確実に回収しよう、ミオちゃんから。来るかどうか分かんないけど、通るやつとか持ってんだ。取っちゃう、もう1回だし。ちょっと待って、これ、須田田上のあれを見よう、チームメイト。もう1とかでいいんだよね、正直。須田田上。ちょっと待って、チームメイトってどういうこと？全員いるよね、須田。チャンス持ってんのか、チャンス近取りは無理だよ。イプシギンとか何気に持ってんな、こいつら。何気にコツ持ってんな、大田くんに来ることをちょっと、祈って。まだ強奪だしね。よし、パー来た。オッケーオッケーオッケー。筋力は、ミオちゃんがいる。監督評価、だいぶ低いな。ちょっともう一回やっとこう、監督の練習。魅了になってしまったけど、まあ筋力 OK。 よし、これでまあいいかな。ここでも監督評価上がるしね。で、あとどうするか。やっぱちょっと強化が一番無難だよな。肩やって強化にして、これで練習レベル上がんないかな。さすがにまだ上がんないか。で、これが2回目。で、これも OK。でもう一回デートすれば多分で S にして、あとちょっとパワーをなんとなく上げとく。 A にこんなもんで、お出かけデート、まあすみちゃんを進めていきましょう。フランケンが終わらないとね、ちょっとアーチストを取れないから。まあ、ダンダムでもアーティスト取れるんだけどね、シナリオ金属で。これどう？お、どう？いけんじゃん。威圧感になった。よしよしよし。とりあえず威圧感にはなった。その代わり、あれ落としてるけどね、取れねえ。で、強化。さて。敏捷。今度ちょっと技術がね、欲しいんだよね、俺的には。まあ、ここだな。さて、あとは最後に強奪をしなきゃいけないんで、ちょっと強奪が来たら強奪にしたいんだけど、肩を3にしておこう。もう1回くらい練習すればなるかな。タックが来てるし、とりあえずやる。バント取ってないわ。まあいいか、粘り打ち。よし、これとりあえず肩3で、あとはちょっと強奪が来るのを待つ。強奪ない。じゃあデートして、とりあえずあすみちゃん終わらせちゃおう。でやってるうちに多分アーチスト取れるよね、経験点的に。回復はしないんだっけ。強奪。いや、ねえんだけど。悲しいな。デートするか。みおちゃんはそれなりに筋力をくれるから、ほら。で、強奪ない。もうこれないの。結構経験点くれんな。どうしよう。でも次やったら確実にあれになるかな。諦めるか。じゃあちょっと強奪は諦めるか。吸収ね、あんまり体力減ってない気がするけど、まあ、これだけ減ってればいいのかな。でもここはさすがに吸血しないと無理だから、378、462か。まあまあだな。じゃあどうせだったら、あすみちゃんから取るか。あすみちゃんから取ってるわけじゃないけど、3人だからね。ここアーチストを取れるんだよね。いや、これは確実性がないから、ちょっとね、いいんだけど、アンダ製造機。そう、取れるは取れる。二次得で重ねるっていうのもね、運が良ければいけるかもしれないけど、その確実性がないから。
何が来るかは運だからね。ある程度の傾向はあるけど、まあ、それを計算に入れるっていうのはちょっとね微妙だと思うんで。動物、適当、魅了で100 149。まあ、どうせまずアーティストを取って、さらにアーティスト取ったのか、パワーを上げていかなきゃいけないんで、まあ、やるだけやりますか。ここは、はい、強化で、ここはこれ何がいいの、夜にしてとりあえず吸血鬼的なところにしよう。苦手、ミリオンなのか最終的に。逆気は下がったんだけど、まあいいけどね。で、あと何回デートしないとダメ、あと3回か。まあ新アーティストだけだったらねとりあえずいいんだけど、別に5回目デートしなくても不動の4番取れる可能性はあるんで、まあ状況を見て5回目のデートをどうするかは考えていきましょう。じゃあパワーをとりあえず突破、372じゃできないかな。まあいいや、負けてるんですけど。いや俺全部ホームラン打ったよ、全部ホームラン打ってるけど、けー強い。しかしちょっと待って、こいつ威圧感に押されてるな、コントロールが乱れている。これが威圧感の実力です。6対8、強かったジャスミン。物語の流れがよくわかんねえ。さて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 、じゃあもう一回デートしとこう。新アーティストは確実にね、確かね、これ2になると100くらい減る気がするんだよね。新アーティスト350が250になると。でどうする、魅了か。デートして魅了しとく、デートしてデート終わらせて、で最後魅了して、まああと1回吸血するかどうかは状況見ながら、経験点との相談。じゃあまた打っていきましょう。で新アーティスト取ったから、あとパワーは筋力に使わないといけないし、ミートを上げきっちゃおう。敏捷がどうだこれ、足りなそう。いや全然足らんわ俺。ちょっと補給上げよう。S まで持っていけるか、とりあえずね。じゃあ全体的なこう経験点不足が、カットボールが打てなかったんだけど、須藤今日はホームランを打っています。もう一本ホームランが欲しいです。投げた、変化球アウトコースへ外れてボール。455って結構だよ、黒パイ持ってるし。いや行かなかったか、ヒットになります。末松数っていうかさ、同点なんだけどまたこんなんばっかだな。サヨナラのチャンスを迎えました。俺の威圧感、途中から登場してきた人は威圧感関係ないか。第3球は最後には決める、強い、みんな強いんだけど相手が。さてじゃあここ吸血しときますか。264 528、回収しとこう。500敏捷、よしよしよし敏捷。精神はもういいかな。でもで A まで持ってって、あでも精神もまだ補給を上げきってなかったのか。じゃあまあよかったはよかったね。で魅了、経験点的な所数とここだよね。初めてかい、
強。あとはもう試合とかで稼いでいくしかないか。あ、ここもう多分最終打席だから、こっからやってるか。5対0、今回余裕。負ける要素はゼロ。1点取られて、9回に点取られること多くない？さて、女の子がこの状態で、女の子からどんだけ取れるの。4488か。魅了してもう一段階減らしていこうかな。太田くん経験点的な話をするとこっちだよね。でもゲージの減りがちょっとでも減ってた方がいいって考えるんだったらどうなんだろう、どれくらい影響するか。精神はね、普通の練習ほど減らないからゲージが。で最後魅了してみよう。変わってなかったりね。てかそもそも女の子がいなかったりするとね、悲しいから。うわー、これはちょっと厳しいな。やっぱり経験点が厳しい。もう一回待ってくるから、7回裏、まあ、4点差ったら全然大丈夫でしょう。よりいかなかった。4点、それなりに取られるな。よし、この経験点を持って上限突破に乗せられるはず。80で乗せられる。90かかるよね。そうだよね、ダメだった。っていうかもう敏捷は絶対足りないわこれ。10上げんのに、だってそもそも230でしょ。最後でどれだけ上がんの。まあ一応せっかくだからやって吸血しとくか。132、まあ上がってるは上がってるよね。で女の子キャラが内藤さん、みよちゃん、レイリーがいて、これだって130は取れないでしょ練習で。さすがに無理だから、ここでもう吸血をかけちゃおう最後。よし、一応筋力と敏捷、欲しいものが取れたな。まあ悪くないといえば悪くない。であと最後勝ちたい、一応突破だけさせとこう。101、まあ最後こうね、勝てるかどうかっていうかさ、勝ったら何くれんだっけ。フランケン入れてるから絶対金徳は回収できるはずなんだよ。ただなんだっけ、スイープだった気がすんな。そしたらもう敏捷無理だよ。第3球を投げ、エクスカリバー、アウトコース高め、エクスカリバー外れてボール。投球これから4球目はアーサーは嫌い。打ちました、これはいい当たり、入れます。結構エクスカリバー投げてくるからね。俺としてはやっぱりね、打ちづらい。1塁という場面で末松、さあ次の投球、見送って高速スライダーか。第3球はこれは落ちてくる。打った、これはいい当たりだ。まあいったっしょ。強い、やはり強い。エンタク今日2打席連続で狙える時に狙う。1点取れて、また1点返す。ランスも好きじゃないんだよね。今日5打点を挙げています。威圧感だ、威圧感。あ、いかないか、これは取って、これで3アウトチェンジ。中盤2点取れてる。いや、2点返した。8対8、ここで勝負が決まる。しまった アウト。3、頑張れ、踏まれ、よし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 。同点で迎える11、白石ノーアウトランナー1塁という場面。これはそうだよね、入れてきそうな気がしたんだよ。でも手が出なかった。これは逆にボール。投球は3球目、投げた。これそもそも外れてる。次は4球目。あ、これは来ないか。振っとこう、ボールだったら。第5球投げた、逆回、打ち返した打球は掴みました。頑張ってくれみんな、もう一回もう一回、やったやったやった。同点で迎える頑張ってんな。お前まだ投げてんのか白石。いや待って、シュートとスライダー両方あると嫌だな。いや、これはすげえ戦いだぞ。てかもうピッチャーいないの相手。疲れ切ったところを狙う。すげえ試合だったな。これは嬉しいよ、現実にこれだったら嬉しいでしょう。12対10、
8打席も回ってきたんだ。でも4安打だから、ね、でも俺8打点取ってるからね。これはスカウト1位でしょ。いや絶対1位になんないから。1番やりか。そう、敏捷系だったなっていう思いはあった。思いっていうか気がした。というわけで敏捷は足りない。あ、そうか、ここで一応不動の4番か。やすみちゃんはちょっと経験点多めにくれるんで、それはかなり助かる。で、全体的な経験点はまあそうだよね、1万2000とかでね止まるんだよね。仕込み返し取ってねえし。ちょっと金徳だけ先に回収するか。じゃあせっかくだから、いや1万100取れない。じゃあこれいける？いけねえ。筋力が足んねえのか。ちょっと待ってね、せっかくだから思考は思考3だよ。思考めちゃくちゃ使うな。まあこれはせっかくだから取りたい。不動の4番どうする、まあ、威圧感だからね、本当は入れたかったんだけど、まあ、独身術がない段階でもうちょっと入らないっちゃ入らないから、大番狂わせ取ろう。一球入魂も取ろう。でこれで、なるべくだから技術精神でしょ。また例によって守備職人とか取っと、肩弱えよな。ベンジも取っとこう。打球伸びも取る。上り上司1番やりは無理。不動の4番も無理。チャンスで本当に技術精神だけ余ってるから、もうちょっとやりようがないんで、タイピン取って、タイピン取って、ただ経験点をさばく、それだけという感じですね。まあちょっとこいつはさすがにパワチャレには入れないかな。うん、という感じで、まあね、今の環境だとやっぱり1万5000は出るようにしたいよねというのが感想です。だから強化バンプもね、よっぽどうまい立ち回りをしないと強い選手っていうのは、まあ、新しい高校に比べて作れないのかなというところはあります。やってる時間はそんなに長くないんで、サクッと終わる高校ではあると思います。動画時間も多分30分ちょっとだと思うので、まあそんなところですね。いかんせんこう全体的に強い選手を作ろうとすると、金徳の経験点的にね、金徳の漏れとかが出てきてしまうような感じはします。というところで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。